こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は深野の穂香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ深野穂香さんについて自己紹介をお願いします。はい、深野穂香です。フリーランスでフードスタイリスト、プロップスタイリストを仕事としてやっています。なんか料理を作ることが好きで、器をコレクションしてるんですけど、その器に合わせてお料理盛り付けたりしてお家で楽しんでます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK、はい、ということで、だいたい平米数はどれくらいなんですか？平米数がだいたい53ぐらいだったと思います。はい、ということで、まあ、その器だったり、まあ、そういったこだわりももちろんなんですけど、まあ、あと家具も好きだと思うので、はい、まあ、そのあたりのお話詳しくお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。まず最初リビングをちょっと紹介してもらいたいなと思うので、はい、案内してもらってもよろしいですか？はい、リビングは階段を上った上になります。はい、このスペースは大体何畳ぐらいのお部屋になるんですか？ここがリビングが大体、17か18畳ぐらいになってます。はい、じゃあまずこのお部屋のちょっとこだわったポイントからお尋ねしていきたいんですけど、はい、どんなところにこだわりましたか？はい、ちょっとこう統一感をまた持たせつつ寂しくならないようにところどころに色を入れてます。まずじゃあこちらもちょっと戻るんですけど、はい、この階段上がった数のこのスペース、はい、ここのスペースからちょっとお話聞いていきたいなと思います。はい、こちらはどんなスペースになりますか？ここが最初に目に入るところなので植物とかを置いてる、まあ、スペースになりますね。毎年クリスマスの時期になるとリースをすごい作ってて、なんかこっちが、今回私が作った方で、こっちが旦那さんが作った方で、買ってきたその松ぼっくりとかそういういろいろなのを使われちゃって、はい、私の方何もないっていう。またつけたかったのに。つけたかったんだけど、勝手に使われちゃいましたね。そうだったんです、ね、そうなんです。シーズンごとにじゃ結構シーズンごとに本当に変わりますね。ここ植物、今これクリスマスだからモミの木をちょっと置いてるんですけど、これお水に挿してるだけなんですけど、これもなんか銅丹ツツジになったりとか、なんかなんだろう、雲竜柳とか、まあいろいろ、はい、季節によって安いその植物買ってきてちょっと刺すみたいな感じですね。はい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 、あとはこのお隣か、はい、このちっちゃい椅子、はい、これについてちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これはどちら？これはアーコールチェアで、大学生の時に仙台のアンティークショップで購入しました。結構じゃあもう長く使われてる。そうですね、なんかそのまあ、アンティーク の, そのインテリアとかにハマったきっかけの椅子みたいな感じで、イギリスの小学校で実際に使われてた椅子で、なんかこれサイズ展開がいろいろあって、これはなんか真ん中ぐらいのサイズで、小学校低学年の子がこれでなんか使ってたっていうのをそのアンティークショップの人から聞いて、何それかわいいと思ってそうで購入して、なんかそこからアンティークの家具を見るようになりました。はい、あとはなんかここに置いてある植物のプランター、はい、とかもすごい、あ、そうですね、プランターかわいいんですよ。イデンで購入しました。はい、こっちは、クロコダイルファンだか、確かなんかそんな感じの名前で、ワニの何模様みたいな葉っぱなので、はいはい、そんな名前な、そうですね、きっと。こういう植物系とかは、はい、よく買いに行くお店とかあるんですか？尾崎フラワーパークとか、まあ、あとイデーとか行った先々で寄ったところで
買ってきますね。わかりました、はい、ありがとうございます。続いてこちらのスペース紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、このあたりはどんなスペースですか？はい、このあたりは、まあ、レンジとか置いてあって、これはちょっと自分たちの描いた絵が飾ってあるスペースです。はい、はい、これはちなみに何の絵なんですか？はい、これはですね、この2つが我が家にいるガジュマルくんを描きました。はいはいはい、あ、実物が、はい、実物がこちらになってます。でこれを見ながら、はい、これを見ながら、こっちのちょっと上手な方が夫が描いてで私はちょっとこう元気いっぱいな感じになってる方が私描いたものです。でその上のこの犬は近所のスーパーになんか朝の5時とか6時に行った時だけ会えるなんかつながれてるワンコで、なんかこの子に会いに行くために朝早起き頑張ってなんかそうちょっと会いに行ったこととかもあります。はい、でこっちが、私が描いたマーモットです。なんかYouTube の柴崎さんがすごく好きで、なんかその人が描いてる動画見てるとちょっと私たちもやりたいねってなって描いたらこうなるっていう。でもすごいですね。あれですね、もともと別に絵とかは、はい、もう全くやってなくて、ね、やっぱじゃあ動画の効果も、はい、あるのかもしれないです。すごい絵がやっぱ上手くなってます。上手くなったんだと思います。見てたらすごい。これちなみに何時間ぐらいでこれ描いたんですか？これでも2時間とかですかね。そうなんです。クレヨンで最初青とか絶対にない色を塗ってくんですよ。青とか紫とかで、これ茶色とかオレンジを実際1回も使わないでこうなってます。そうなんですね。色を重ねて最後黄色とか明るい白とか乗せたらこうなりました。深いですね。ちょっと面白かったです。わかりました。はい、そしたらじゃあその今度下ちょっと行こうと思うんですけど、はい、このサイドチェスト、はい、これもすごいちょっと北欧っぽい。そうですね。シツラエルっていうそのオンラインのお店で購入した1960年代にデンマークで作られたチェストです。うんうん、購入した時からこの鍵はなかったんですけど、鍵穴があることでめちゃめちゃ可愛いなと確かに思ってます。一番上が作家さんとかの、まあ、撮影とその仕事でもちょっと使ったりするようなカトラリーとか、こっちがアンティークのフランスとかのアンティークのカトラリーで、これが、まあ、アンティークとか、これ私の妹が作ったんですよ。なんか、すごい、高校の美術の時間に、あ、そういう授業があるんですなんか好きなのを彫ってよかったらしくて、でそれをあまりにもちょっとかっこよかったんでこっそりもらいました。こっそりなんだ。そうだ、多分バレてないよ。バレてないですか？じゃあこの動画でこの後発覚してしまう。発覚してしまう。あとはクロス類とか仕事で使うエプロンが、これすごい可愛いんですよ、このエプロン。なんかスタイリストの先輩に教えてもらったんですけど、こう肩が凝らない、首にかけないので肩凝らなくて長時間つけてても疲れにくいエプロンです。そのエプロンどちらで買ったの？これがアメメとおめめさんっていうオンラインで販売されてる、多分個人で販売されてるのかなの、はい、ところから買いました。ありがとうございます。はい、はい、そしたらじゃあまた今度お隣の方に行こうと思うんですけど、はい、お隣のカゴって言ったらいいんですか？これは何を普段収納されてるんですか？はい、これは普段不燃物不燃とか瓶とか缶とかペットボトルを収納してます。生活感ない感じに隠したくて、確かにこれに入れてこれをかけてやってますね。このカゴ自体、はい、これはどちらのものなんですか？これはイデーで購入しました。
はい、もうちょっと不燃物の日が分からなくて、もうどん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 溜まって溜まりがちですね。溜まりがちなんです。はいはい、分かりました、ありがとうございます。はい、キッチン紹介をしていただきたいなと思うんですけれども、はい、結構普段はお料理とかされますか？はい、普段料理しますね。もともと料理好きだったのと、あと今仕事でもお料理の、スタイリングとかその料理の仕事してるので結構お料理はします。なんかこだわったポイントというか、はい、そういったものは何かあったりしますか？その仕事でもよくキッチン使うんですけど、作業スペースがちょっと狭めなので、極力物を置かずに広く使えるようにしてます。確かに結構すっきりしてる感じですよね。はい、そうですね、物をとにかく置かないようにしてますね。一番左とかはそこの白い食洗機ですか？これは。はい、これ食洗機なんですけど、もともと私食洗機を使っていなくて、で今の夫と暮らし始めた時にどうしても食洗機が欲しいってこう言われたんですよ。でもここが狭くなっちゃうし見た目的にも悪いから、私は反対だったんですけど、いざ使ってみたらものすごく良くて、はい、もうちょっとこいつがいない生活には戻れない感じです。すごい助けられてます。やっぱじゃあこれがあるだけで本当にもうご自身で洗うことももう本当に少なくなるというか、うん、そうですね、もうここにフライパンとかお鍋とかももう入れちゃうので、結構中も広くって、そう入れられるので、いけますね、何でもいけます。で、ただ私その作家さん の, 食器とかがすごく好き でそういうのはちょっとこう入れるのが怖いものとかもあって、でそれは手洗いするんですけど、なんかちょっとでもその手洗いの気分を上げるためにコモンズの洗剤、はいはいはい、はい、これいい匂いするの で、はい、これを使ってますね。隣はハンドソープなんですけど、これなんか仕事のクライアントさんからいただいたブルペンの、はい、購入されたやつなんですけど、すっごくいい匂いしますね。うん、確かにそうです、ね、はい、で洗った食器を入れてるのがこの、竹かごになるんですけど、まあ、見た目もすごい可愛いですし、あとこう洗って食器を置くと結構すぐ乾きますし、プラスチックとか金属のだと結構ぬめりとかなんか結構手入れ大変なんですけど、かけておけば勝手に乾いて、いつでも清潔な状態で使えるので、これはすごく買ってよかったなと思ってます。めっちゃいいです、ね、うん、めっちゃいいんですよ、これ可愛い、可愛いし可愛いのポイント高いですよね。可愛い、あとは結構こういうまな板とかやっぱりこの辺の調理器具とかもすごいしっかりこうデザインされたものとかやっぱ多いですね。そうですね、これはでもプエボコで買ったまな板です。プエボコ、そう、こんなの出してる、こんなの出してましたね。すごい、うん、この隣とかはこれ何ですか？はい、あ、これが、大渕ゆかりさんっていう作家さんの蓋物なんですけど、中に梅干しの漬けた後のお塩と、あとこれおばさんがくれたんですけど、おばさんの手作りのよいしょ梅干しが入ってます。梅干しがすごい好きなので、普通にコップに梅干しとかつお節とかを入れてお湯注いでなんか梅茶みたいにして飲んだりしてます。はいはいはい、そしたらじゃああとはそれこそこういう調理家電、調理器具か、うん、そういうのはやっぱこの下の方に収納されてるっていう感じなんですか？そうですね、食器とか調理器具とかは下と、まあ、上とかにも収納してて、うん、調理器具で結構おすすめなのが下ごしらえボウルなんですけど、卵焼きとかなんかを作る時とか卵を混ぜるのに使います。うん、なんかここ注ぎ口があって卵を注ぐときにもうすごい液だれしないんですよ。めっちゃいいですねそれ。これいいんですよ。ですごい、
まあね、フォルムも可愛いので結構使ってます。これどちらの？これどこなんだろう、ちょっとわかんないんですけど、スタゴセライボールって検索すると多分出てきますね。わかりました。いろんなサイズあります。わかりました。はい、ありがとうございます、はい、続いて、まあ、食器がお好きということで、はい、まあ、ちょっと食器をね、いろいろ紹介をしていただきたいなと思うんですけど、まあ、今ちょっとね、いろいろピックアップをしていただいたんですが、ちょっとピックアップ、もうなんかピックアップっていうか、もうなんか勢い的には全部なのかなぐらいの感じですけど、これでも本当ごく一部です。ごく一部ですもんね。はい。じゃあちょっとまあ簡単に順番に紹介をしていただきたいなと思います。はい、まずここがちょっと石っぽくてすごい好きな器で。これが岩切修夫さんっていう作家さんの作品で、ホットチョコレートとかを飲むのに使ってます。これ高木さんっていう、これもすごい丈夫で、食洗機とかにガシガシ入れても大丈夫大丈夫大丈夫、ガシガシやってる、ちょっと入れちゃってます。これはなんか台湾に旅行行った時に買ってきた台湾の作家さんのお皿です。で、これが竹村さんっていうあの作家さんなんですけど、あのイデーとかでもう今お取り扱いされてて、いろんなとこで売ってます。で、これは、佐野元春さんっていう方の食器で、なんかフラットプレートってすごいどんなお料理にも使いやすいんですよ。なんかちょっと置くだけでかっこよくて、撮影でもフラットなプレートを使ったりしてます。これがフランスのアンティークの器で、古びた感じが可愛くて、パン乗せるだけでもかっこよく映るような食器です。これとか100年も前のやつらしいです。すごい、100年前の人使ってたっていう。そう考えるとすごいですね。すごいですよね。そうで、これオーブンとか入れられるので、これも使ってます。で、あとはこれグラス系なんですけど、ガラスのお皿って結構どんな食器にも合わせやすいので結構いっぱい持ってます。これが古畑美久さんっていう、作家さんの食器で、すごい可愛くて結構最近買いました。デプスっていうすごいおしゃれな食器屋さんがあるんですけど、そこで買いました。で、これが、ベトナムのソンベ焼きっていう、ベトナムで使われてるお皿で、なんかエスニック料理とかここに盛り付けて使ってます。書いてるんですよ、一枚一枚書いてるそうです。この器だったらもうこれみたいなの決まってるんですか？これって決まってないですけど、これとかはやっぱもう汁物、今鍋とか、今の季節鍋食べるんですけど、よくこれで鍋よく食べてます、うん、そうですね、そうですね。ちなみにこういうなんか食器とかを購入される、まあ、作家さんの食器も多いと思うんですけど、うん、はい、なんかよくチェックする、はい、こうお店とか、はい、まあ、作家さんとかでもいいですけど、作家さんいらっしゃったりしますか？結構常にそのインスタグラムとかで作家さんのその個展とか開かれてるので、なんか気になる作家さんチェックして、その個展の情報とかを集めてて、なんかお店だと道具屋のぼりとか、うんうん、これ道具屋のぼりで買った高木さんの器とか、どこで買うかな、まあその時々によっていろんなところで買ってます。わかりました、ありがとうございます。はい、続いてダイニングスペースを紹介していただきたいなと思います、はい、まずじゃあこのメインにもなっているダイニングテーブルからお聞きしたいんですけど、これはどちらで購入したアイテムでしょうか？はい、これは、鎌倉のクレアーレっていうアンティークショップで購入した、ジープランのエクステンションテーブルです。羨ましいです。いや、もうこれが本当に欲しくて欲しくてもうめちゃめちゃ探しましたし、結構お値段もするので、ジープラン貯金を頑張ってようやく見つけて、ようやく買ったテーブルです。
これあれですよね、あのエクステンションというか広くちょっと大きくなったりもしますね、はい、結構大きく、今もこれ多分6人とか座れるんですけど、もっと広くなって8人とか、そうですよね、大きくなります。これすごいなんか色とかも綺麗ですね、天板の。そうなんですよ、これあの一回薄くこう剥がして塗装し直してくれていて、はい、綺麗な状態で、うん、まあ、今ねこのテーブルの周りに椅子も3脚あるという感じだと思うので、はい、う、じゃあちょっと順番に椅子も紹介していただきたいなと思うので、じゃあ、はい、前のものからちょっと聞いていってもいいですか。はい、これ椅子で一番お気に入りのあのジェールモラーのなんかモデル77かなです。これなんかあのもともと Y チェア欲しかったんですけど、アイチェア の、 その誕生日記念モデルが欲しくて探してた時にこれを見つけてめっちゃ可愛いと思って購入しました、はいはいはい、どうですか座り心地。座り心地もいいんですよこれ。なんか椅子3つあるうちのこれはあの仕事する時にパソコンとかやる時にこの椅子使ってて、これに座ってると仕事もはかどるような気がします気持ちから気持ちから大事ですね、はい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 、じゃあそのままじゃ隣の椅子に行きましょうか、はい、これが、大学生の時に購入した、なんか日本の職人さんが作った椅子だそうです。いや結構これもアンティークというか、うん、あれ結構前のものなんですか ね、 そうですね、ね、ちょっとどうなのかわかんないんですけど、なんかちょっとアンティークっぽい感じも可愛いなと思って大学生の時に買いました。はいはいはい、でまたそのお隣か、これも、大学生の時に買った、これはクラッシュゲートで買いました。じゃ結構この2つは割とダイニングっぽい感じの雰囲気そうですね、はいはいはい、あとはじゃあ上のこの照明、ペンダントライトか、照明、はい、これもちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これはルイス・ポールセンのリプロダクト品になっていて、なんか この傘があるのであの眩しくないんですよ、ご飯の時とかにつけてても。なんかもともと違うのつけてたんですけど、眩しすぎてご飯食べれないぐらい眩しかったので、はい、ちょっとすぐ買いました。そうですね、わかりました、はい、でそのお隣がソファースペースということで、じゃあまずこのちょっとソファーからお聞きしたいんですけど、これはどちらのアイテムですか。はい、これがボクラっていうオンラインショップで購入したソファーです。座り心地とかはどうですか。そうですね、これ結構あの固めなあの感じなので、長時間座ってても疲れないですし、あとなんかちょっと見た目が北欧家具っぽいところに惹かれてこれを購入しました、うん、で、まあ、このソファーの前に、まあローテーブルって言ったらいいですかね。はい、これローテーブルです、はい、これは、アントリーで購入したローテーブルです、うんうんうん、これもともと木をこう削り出してた感じなんですかね。そうなんです、なんか一つの大きい丸太から切ってるらしいです。これあのさっきの梅干し入ってた作家さんと同じ大渕ゆかりさんの花瓶です。このお花のサイズ感も可愛いですよね、はい、であとは、まあ、この下にねこの赤いサグ敷いてらっしゃいますが、はい、これはどちらで購入したいと思いますか。これは、ヤフオクで購入しました。唯一このお部屋で敷いてあるラグ、そうなんですよ、これトライバルラグ、もう私はもっと大きいのを敷きたいんですけど、あのちょっと夫の方が大きいラグが嫌だということでちっちゃいので我慢してます。はいはいはい、分かりました。はい、あとこのお隣に植物もここにもあると思うんですけど、はい、これもすごい大きな植物ですね。はい、そうなんですよ。でこれは、フィカスベンガレンシスっていう植物なんですけど、他の今お家にある植物は全部この
自分でお店に行って買ってきた植物なんですけど、ちょっとこの人だけは背が高いと植物って値段が結構するので、オンラインでちょっといい感じのを見つけて購入しました、うん、でもなんかそのまあオンラインで購入しちゃったのでちょっとよく分かんなかったんですけど、家に届いてなんか数日したらすごい元気がなくなってしまって、はい、なんだろうと思ってこう葉っぱの裏とか見たらすっごいたくさんの肌にもうなんかちっちゃくて本当に見えないぐらいの点点点点がもうめっちゃついてて、もうめっちゃ怖かったです。怖いですよね。そう、でも毎日ティッシュで一枚一枚拭いたり、そうなんかシャワーで水一枚一枚こう洗い流したり、なんか外に持ってってオルトラン、なんか教えてもらったオルトラン DX っていう薬剤とか葉っぱに肌荷をちょっといなくするやつとかをかけたんですけど、なんか今肌荷は一匹もいないんですけど、どん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 元気がなくなって元気がなくなっています。これはちょっとどうしたら元に戻るのか詳しい方いたら教えてください教えてください。あとあれですよね、なんか、はい、まあ、水やりとかをこうするときに、そうなんです、はいはい、水やり、なんか私植物を育てるのがちょっと下手で水やりのタイミングがよくわからないので、このここに水やりチェッカー、なんかサスティっていうところの水やりチェッカーを全部の植物に挿していて、でこれが今青いんですけど、水が結構カラカラになったらここが白くなって水やりのタイミングを教えてくれるっていうすごい便利な棒です。すごい便利ですね。すごい便利なんですよ。これが白になったらこれを全部持ってお風呂場に行って水をあげてます。はい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 、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとじゃあちょっとこっち側、はい、これは何ですか。これが、ジータっていうゴミ箱なんですけど、こうちょっと手をかざすと自動で開いてくれて便利ですね。めちゃめちゃ便利なんですよ。なんかこう開閉式のゴミ箱だとこう開けるときに匂いが上がってくるんですけど、うん、これはこう横にスライドするのであんまりこう匂いが上がってこないゴミ箱になってます。匂いしないの大事です。大事ですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、ということでほのかさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。じゃあ最後にほのかさんの方から何か告知だったりお知らせがあればしていただければなと思います。はい、普段料理とかするので、SNS のインスタグラムとかに投稿しているので見てもらえたら嬉しいです。はい、はい、結構ちゃんとすごい綺麗に写真をめっちゃ撮って投稿されてますもんね。はいはい、ありがとうございます。ということで、じゃあ気になる方はぜひインスタグラムもチェックしていただければと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはほのかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。